医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村信也です。令和6年度2024年度の診療報酬の改定率というのが発表されまして、プラスの 0.88% ということで出ました。もちろんこの中で、まあ、医科、歯科、薬科とかが、まあ、あるわけなんですけれども、まあ、その資料概要欄からいけるようにしておきますけれども、まあ、その資料を読み込むと単純に 0.88 だけじゃなくって、まあ、いろんな項目、細目みたいなのも少しこう書かれていまして、まあ、その辺をどう読み解くかっていうところも重要なのかなというふうに思います。今日はですね、いつものあの人、大西大輔さんと一緒に、この診療報酬改定の 0.88 をこうどう読むかというところについてお話をいたします。早速ですね、そのお話を聞いていただきたいんですけれども、その後にですね、私が簡単にまとめる時間も設けておりますので、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。それではどうぞ。これからの時間はですね、いつものあの一言、大西大輔さんと2024年のですね、診療報酬改定、改定率のところが出ましたので、その解説をいたします。大西さん、よろしくお願いいたします。はい、MICT コンサルティング大西でございます。よろしくお願いします。はい、大西さんも 0.88% ということで、まあ、診療報酬改定が出ました。ただ、いろんな細目みたいなのも一緒に出たので、ちょっとその辺の解説をしていこうかなと思います。特に、まあ、診療所の先生がこれ見てる率が高いので、まあ、ちょっとそこら辺も大きく触れていただきたいんですけれども、まず大西さん、この 0.88% これどう見てらっしゃるんですか？無理やりプラスにしたんでしょうね。なるほど。もともと財務省が 5.5 のマイナスを希望してたと、うん、それをまあなんとか 0.88 まで持ってきたからということで、まあ、医師会病院協会はまあよくやったよねっていう話に一応見える。実は全然プラスではない。ちょっとそこら辺を掘り下げていってもらっていいでしょうか。まず1番のところに書いてあるのが、はい、まあ、以下はプラス 0.52 ですよってことが出されている、うんうん、40歳未満の勤務医師、勤務歯科医師、はい、薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所の従事者が措置分として賃上げ 0.28 プラスと、うん、そうするともうそもそも 0.88 か 0.28 引かなきゃいけないから、うん、もうこれでだいぶ減って、それで結局 0.46 なんですっていう話なんだけど、うん、さらに看護職員、病院薬剤師、その他の医療関係者たちはベアをする、要はベースアップをするための原資としてまたプラス 0.61 使います。はい、6年ベースアップ 2.5、 令和7年のベースアップ 2.0、うん、これが低いよね、世の中に比べると、はいはい、世の中は3か4上がってるんで、うん、それ以外に入院の時の食事費もプラス 0.06 果てますと。はい、ってことは食費人件費で全部もうこの診療報酬のプラス分はなくなっちゃう。お、はい、多分ちょっと溢れちゃうから、さらに4番目ね、生活習慣病を中心とした管理料と処方箋料の再編で 0.25 マイナス、結局マイナス回転じゃんっていう風に感じます。なるほど。これ診療所って視点で見ると、今まあ2、3、4のところをおっしゃっていただいたんですけれども、特に内科さんは4のところがもろかぶりで、後のところは割とまあ病院さんが恩恵を預かれるところっていうことだと、実質結構なマイナスと言ってもいいんじゃないかって気がするんですけれども。そうですね、加算の仕方が難しくて、うん、処遇改善加算とかベースアップ加算みたいなのを新しく新設するんだと思うんですね。これは介護の方の仕組みにもともとある仕組みなので、はい、その資料を読む限り、うん、1人当たりいくら引き上げるみたいな仕組みなんですよ。だからその加算を取るためには届け出が必要で、ちゃんとベースアップをしたよっていう証明が必要、うん、あとキャリアパスなんかも必要になったりとか、教育が必要になったりみたいな、助成金によく似てる仕組みになるんだと。なるほど。そうすると厚労省助成金大好きなんで、うん、助成金の仕組みはそのまま横スライドするならば、まず届け出物は面倒くさいし、はい、事務員さんは 0.28 しか上がらなくて、看護師さんも1人当たり 0.61 しか上がらないんだけど、看護師もあんまりいないよとか、事務もあんまりいないよとか人たちはあんまり関係なくないっていう感じです。そうなんですよね。例えば4の生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料の再編っていうのは具体的にどういうことを指しそうな感じなんですかね。そうですね、今あの中医協で議論しているのが、特定疾患療養管理料、あと生活習慣病管理料、そして外来管理加算、はい、この3つの点数が重複していると、平算定できちゃうケースがあると。でそれを平算定負荷にしていくんじゃないかなと思うので、まず特定疾患療養管理料と外来管理加算って今同時算定するんですけど、できないとなると52点落ちる、
処方箋量については今生活習慣病患者に対するリフィル処方を進めましょうっていう案が出てるんで、リフィルにすると処方箋量を上げてあげるからリフィルを進めてねみたいな仕組みにするか、もうすごいややこしくて、生活習慣病の点数を取るときはリフィルかリフィルじゃないか点数変える。とすると1ヶ月に1回来てる患者さんが毎月特定疾患療養管理料を取って、外来管理課さんを取って、検査料を取って、処方箋料を取って、この辺をごそっと下げてきたいんだよねっていう感じです。なるほど。ここでは 0. 何パーセントとか、まあ、1% 未満のこうマイナスプラスみたいになってますけれども、そういうのを考えると結構な点数の引かれ方が割とそのリピート率が高い内科さんには起こりうるかもしれないという感じなんですね、うん、だって 0.25 ってさ、国費相当に当てるとさ300億とかになるよね、うん、0.88 が800億だから、はい、300億円下げられるのがね、怖いねって感じ。なるほど。それが割と外来が多い診療所さんにかぶさってくるような感じっていうところなんですけど、うん、だから結局戦った結果賃上げ分は取ったけど、うん、その代わりずっと財務省が言ってたクリニック儲かってるじゃんに関しては打ち切り。なるほど。褒めてあげれないかなっていう話が、僕が褒めると褒めるのは関係ないんですけど、はい、ドクターの立場からするともうちょっと頑張ってよっていう気持ちはあるかな。なるほど。ちょっと暗い話になっちゃったんですけれども、その大きな項目の3番に DX を進めればプラスになるようなこともこう書いてあると思うんですけれども、はい、この辺でどう捉えたらいいですかね。まず本誌の点数は残るだろうと、はい、次にある電子処方箋は点数ができるだろうと、うん、ただこの医療情報の有効活用どこまでか、でもしかしたら電子カルテ情報共有サービスまで行くのかなっていう感じはするんだけど、はい、まず最初にやってほしいのは全ての設備投資に対して満額補助をしてほしい。それは我々の希望っていうことですよね。希望として、はい、だから有効活用する前にまずは設備投資に対してちゃんとお金を下せ、はい、っていうのがあるので、補助金助成金周りは少しいじるだろうねっていうのが一つと、で診療報酬点数っていうのは結局 DX 関連点数バーンって出して取るための要件が出るんです、うんうん、加えてってなんか書いてあるんですよ。医療現場で働く方にとって令和6年 2.5 令和7年 2.0 のベースアップへと確実につながるよう配分方法の工夫を行う。合わせて今回の改定により医療従事者の賃上げの状況、食費を物価の経営状況について実態を把握するっていうので、うん、一番めんどくさいのが届け出が多くなりそう。そうですね、さっきのも含めて、はい、だからあなたのところはベースアップしましたかっていうアンケートが来たりとか、物価に対して食費足りてますかみたいなアンケートが来たりとか、あと経営状況黒ですか赤ですかみたいなのが来たりとか。なるほど。実態を把握するってすごい面倒くさくて、それがまた加算に加わるやつですよ。前回できた外来データケース加算みたいな、データ出したらお金あげるよみたいな仕組みって作りやすいんで、はい、処遇改善はそういうことなんだろうな。処遇を改善することをエビデンスがあれば点数を上げるけど、エビデンスがなければ点数を上げない。あ、そうか、いいことを言わなきゃいけないね、はい、明るい話で言うと、はい、って話だね。あれ終わっちゃう、終わっちゃいますか大西さん。だってないんだもん、明るいところ。スタッフにとってはいいよね、はい、院長先生にとっては手間も増えるし、全部スタッフに払わなきゃいけないし、うん、そうすると手間を惜しんじゃう人、要は手間かけない人はスタッフに還元できないから自腹切らなきゃいけない、うん、だって自分とこのクリニックで看護師さんの給料がいくらですと、隣のクリニックでちょっと上がりました、なんでかって職業改善加算を取ったから、そうすると院長にうち上がんないんですか絶対言われるじゃん。それが厚労省の狙いだろうね。なるほど。届け出せざるを得なくする。しかもさっき大西さんが言ったように 1% 2% 上がっただけでは多分足りなくって、じゃあ 3% 4% 上げますとなると結局経営の中からの持ち出しになることもあるので、実質厳しい状況にはなるかもしれないっていう感じですよね。 2.5 令和6年上げるから、その次に 2.0 上げるってことを、まあ、確実につながるよって書いてあるので、かなりやりたいんだ。なるほど。その時に令和7年にまたインフレが起きてたら 2.0 じゃ足りないんですよ、はい、もしかしたらここは 3.5 じゃなきゃいけないかもしれない。だから多分政府の読みとしては来年は引き続き賃上げ起きるよね、うん、令和7年は落ち着くよねって思ってるはずなんだけど、はい、これでもアメリカとか欧米に比べると低い、うん、僕はもっと賃上げが進むと思う、ね、なるほど。よく言うじゃない、日本でお寿司屋さんすると600万だね、はい、ニューヨークでお寿司屋さんすると3000万、はい、ありますね。よくだからそういうことを考えると 2.5、2.0 じゃ足りないよね。そうするとクリニックの先生たちはどこからこう賃金を捻出するか、だから人手の確保がすっごい大変になりそう。なるほど。
まあ、その工夫もまあ必要になるということで、まあ、それはちょっと大西さんとですね、また別の動画でこれからの人の確保と多分 IT で代替できるところもあるかなと思うので、その辺は解説してもらおうと思うんですけれども、大西さん、そうすると今後具体的な点数みたいなのが2月3月にかけて決まってったり出てったりすると思うんですけれども、我々はどういう視点でこの改定の変遷っていうのを見てったら良さそうですかね。まず一つさらっと書かれてるのが、知能補助本体は6月改定です、薬価は4月改定です、はい、材料は6月改定ですみたいなことがちょこちょこちょこって書いてあるんですよ、うん、ってことは改定時期がずれるので、指紋、等身、告示っていうのは同じなんだけど、はい、その後またちょっと開くんですよね、うん、だから件数が出るのがおそらく1月の末から2月の頭でしょ、うん、ってことはそのあたり来たらまた速報させていただいて、うん、その時にまあ件数に一喜一憂するのではなくて、今回って制度改革が含まれているから、うん、体制を変えなきゃいけないことが結構ある。なるほど。触れなかった最後の4番目の話を少しすると、今お薬が足りないんですよ、うんうん、要はお薬の値段も上がってて、お薬の在庫もなくて、だからあれ今日お薬ないよねみたいなことが起きてるんで、厚労省としては長期収載品後発品であった時に、うん、4に長期収載品の保険給付のあり方を見直すって書いてあって、はい、選定療養費って言ったのはこれは自費の仕組みなんですね、うんうん、後発品が出てから5年以上経過したもの、または後発医薬品の置き換えが 50% 以上ってなると、結構ほとんどの薬が5年経ってるので、はい、病になると、そうするとロキソニンとロキソプロフェンナトリウムだとすると、後発医薬品の最高価格帯が100円だとすると実際の先発品の値段が120円なんですよ、うん、格差の4分の3までが保険料の給付で、それ以外は自費になるので自己負担が増えちゃうんですね、先発品を使うと。例えばどういうことになるんですかね。例えば私は絶対先発品がいいですってなると、本来は薬局で120円払うんです。はい、後発品なら100円ですけどって、いやいや120円でいいです、うん、そうするとすいませんと、120円の3割じゃないんですと。なるほど、はい、120円のうちまず20円分が価格差なので、うん、20円分の4分の3なので17円は3割負担、残りの3円、これはそのまま自己負担。めんどくさい計算だな。そうですね、これ頭いい人はいいですけど僕も割と数学は得意な方だったんですけど、ちょっと考えるのをやめたくなるくらいちょっと面倒だな。だからまあ簡単に言うと120円よりも高くなっちゃうんだよね、うんうん、これまで120円の3割負担だったのに、そこの3割負担じゃない10割負担がついちゃうから、結局長期収載品は高くなる、後発品が安くなる、この差が広がるみたいな話。あともうちょっとマジックで言うと、では保険財政の中でやるのが医療費、うん、選定療養費とか自由診療とかこういったものは自費なのですか。厚労省って国費って言ってるのは国民医療費なので保険の話です。保険外に追い出せば追い出すほど医療費からカットできるので、うん、医療費が上がってなく見せれる。なるほど、そういうことか。なんで4番に医療制度改革って書いてるのかなっていうのが結構ミソで、実質薬の話ですけど医療制度改革っていう大見出しですよね。これ薬剤自己負担の見直し項目である薬剤定額一部負担、薬剤の種類に応じた自己負担の設定、市販品類似品の医薬品の保険給付の在り方の見直しについて引き続き検討するっていうのから、もしかしたら薬の3割負担っていうものが厚労省としてはちょっとこう削っていくことによって医療費下げるんじゃないかと。そうすると薬局で買う、ドラッグストアで買うっていうそのスイッチ OTC みたいなお薬の方が安くなったり、よくあるよね、湿布薬ください、何袋と9袋そんなに、うん、でも出すわけじゃない、はい、でそういうところをどんどん下げていけばドラッグストアで買わなきゃいけなくなるから、確かに、はい、患者さんの負担は上がる。そうですね。でも財務省としては医療費上がってないですよねっていうのは全然嬉しくない制度だね。なるほど。ちょっと暗くチーンって終わりそうな感じなんですけれども、最後明るい話をしようか、はい、まあ、処遇改善が今回入るので、うん、ある意味これからの医療経営ってスタッフさんにいかに給料を払ってあげるかだと思うんですよね。なるほど、はい、でそのためにはちゃんとした経営をしなきゃいけないし、よく、まあ、財務省の話のように院長がもらいすぎてるんじゃないかみたいなことを言う人いるけど、うん、過去の成果として内部留保があるわけで、この内部留保を使うのは医療機関次第なんですよ。でそれをちゃんとスタッフに配るとこもあれば、未来のためにちょっと取っておこうというところもある。これはもう会社経営の基本なので、だって株主に還元しなくていいんだから医療法人、それは内部留保たまるに決まるんですよ。
そうすると、スタッフの皆さんは給料が上がることを期待してほしい、うん。先生たちは給料上げるから、さらにもっともっと効率よい働き方を言いやすくなる。なるほど、求められるということですね。はい。そうそうです。この裏にある働き方改革があるから、うんうん、要はベースは上げるけど残業は払わない。だから残業を減らす動きになれば、早く帰って他のことできるじゃない。だからいいことだと僕は思うんですよ。これを機に、うん、まあ、委員の中の体制みたいなのも整える、いい機会にするっていうところで捉えれば、うん、プラスに感じられるということですよね。そうそうそう。だから、いいチャンスが来たので、うん、ちゃんとベースアップのやつは申請する。で、そのお金をちゃんとスタッフに還元する、うん。国がみんなのことを応援してくれるんだから、頑張っていこうねっていう。組織風土に変えたい。どんなクリニックであればいい経営かみたいな話はまた次回どっかでやるべきだろう。そうですね。ありがとうございます。今日はですね、大西さんと一緒に、まあちょっと速報的な動画になりますけれども、ちょっと改定率が決まりました。今後いろんな材木が決まっていくので、その都度ですね、また大西さんには来ていただこうというふうに思います。大西さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあちょっと大西さんの話を聞いてると暗い感じになるんで、最後はちょっと明るくいこうとは思うんですけれども、ただですね、やっぱりちょっと厳しくなるなというところ、まあ今年はですね、財務省がマイナス相当だというところから始まり、まあその攻防が続いてたわけなんですけれども、結果ですね、まあ 0.88%、ただし書きがあって、処遇に使うところ、それから生活習慣病などの管理のところにかかるところ、まあそういうところを差し引くと、やっぱりこうマイナス相当と言わざるを得ないような感じかなというふうに思います。材木、それから点数については2024年になってから決まっていくようなものなので、引き続き情報っていうのはこのチャンネルで配信はしていくんですけれども、その前にですね、まあただ悲観的になるんではなく、最後大西さんが言われたようにですね、制度を変える、まあいいきっかけにするというところ、もしくはその IT による効率化っていうところをこうより進めてですね、より利便性の高いクリニックを目指す、経営をするというところに着目して、今後っていうのを考えるいい機会にしてもらえたらなというふうに思います。改定関連のところはですね、引き続きまた情報をお伝えをいたしますので、もしいいなと思われた方はですね、チャンネル登録としていただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。